宇宙の中で X 線を放射する天体を探る X 線天文学は、新しい天文学分野として急速に発展してきました。宇宙科学研究所は大気球やロケットを使って X 線天体の観測を行ってきましたが、昭和54年に打ち上げた第4号科学衛星白鳥は、中性子星と呼ばれる特異な天体が主役を演じる X 線パルサーや X 線バースト現象の観測に目覚ましい成果を上げるとともに、さまざまな新しい問題を提起してきました。昭和58年2月、宇宙科学研究所は X 線天文学観測衛星天馬を MIU3S3 号機で打ち上げました。天馬と名付けられた第8号科学衛星アストロ B は、白鳥に続く我が国第2の X 線天文学観測衛星で、主な目的は白鳥で調べてきた中性子星やブラックホールについての問題をさらに深く追求し解明しようというものです。衛星は高さ約90センチメートルのほぼ八角柱の形をしており、4枚の太陽電池パドルを備え、重量は約216キログラムです。アストロ B には3種類の X 線観測装置が搭載されており、その性能は白鳥に比べて大幅に増強されています。主な X 線観測装置に傾向比例係数管があります。傾向比例係数管は新たに開発された X 線検出器で、従来使われていた比例係数管に比べるとエネルギー分解能が2倍優れているのが特徴です。コリメーターを通った X 線は薄いベリリウム窓を通過してキセノンガスを詰めたガスセルに入り、ガスに吸収されます。この時放出される光電子はガスの中で一群の電子を作ります。これらの電子は電場に引かれて球形の第一電極に到達した後、さらに電圧の高い第二電極によって加速され、ガスと衝突を繰り返しガスを発光させます。この光を光電子増倍管で受けて電気信号として取り出すものです。超南 X 線反射集光鏡は鏡での反射を用いて 0.1 から2キロエレクトロンボルトのエネルギー領域の南 X 線を集光するものです。この装置は8枚の斜め入射型反射鏡からなる1、2元集光鏡と、その焦点面に置かれた多芯比例係数管でできています。この比例係数管には厚さ1ミクロンのポリプロピレン膜が窓に用いられています。この装置は広い視野を備えてスピン軸から50度以内の天空を常時観測し、多くの X 線天体の変化や出現、消滅などを監視するものです。衛星はいろいろな X 線源を観測するため、スピン軸を目標の方向に向けて安定に保つ必要があります。
そのため衛星の姿勢制御を行う各種の姿勢制御装置が搭載されています。姿勢制御装置は大きく分けて、高速で回転するホイールによる姿勢安定機能と磁気トルクによる姿勢制御機能およびスピン制御機能からなっています。ニューテーションダンパーは作動流体が完全封入の新方式で、スピン軸に平行な角型を採用しています。ヨーヨーデスピナーにも保持方式カッターに改良が加えられ、一層信頼度の高いものになっています。星姿勢計は衛星の姿勢を10分の1度以上の精度で測ることができます。衛星は環境試験や性能試験が行われ、その働きが確認されます。温度試験、パドルを閉じた状態と開いた状態でのスピンタイマー試験、衝撃試験、振動試験、ロケットと衛星とを結合しての総合動作試験が行われます。熱真空試験、磁気モーメントの測定、ヘリウムガスを封入したブースの中でパドルを開いた状態でのダイナミックバランス試験、完成能率の測定、鹿児島宇宙空間観測所の三浦大地にある整備棟やランチャーは全面的に構想を新たに更新されました。新しい整備棟は高さ43メートル、幅 14.5 メートル、奥行き13メートルの鉄骨11階建てです。重量はランチャーを含めて1000トンあります。建設は昭和56年から始められました。整備棟は固定方式で、ランチャーが整備棟内から直径15メートルの円形レールの上をせり出し、発射方位角や上下角が設定できるようになっています。
ニュー大地地下管制室の設備も装いを新たにし、地下共同坑で組み立て室整備棟が結ばれています。またケーブルには新しく光ファイバーが使われています。鹿児島宇宙空間観測所に実験班員が集まり、全員で打ち合わせが行われ、実験準備が始まります。MU3S はミュー型の第4世代のロケットで、すでに試験衛星丹精4号、科学衛星火の鳥を打ち上げた実績のあるロケットです。全長 23.8 メートル、直径 1.41 メートル、重量 49.2 トンの三段固体式です。ロケットの姿勢を制御するため、第1段に比例 TBC 装置と、尾翼の先端に SMRC 装置を備え、それらの動作試験が行われています。第2段にオンオフ制御装置のTVC 装置と、サイドジェットの姿勢制御装置を備えています。今回サイドジェット装置は過酸化水素をヒドラジンに変え、性能と安全性の向上を図っています。ロケットの組み立て作業が始まりました。新しい整備棟でのロケットの組み立ては作業の安全性や能率の向上のため、新しい工夫がされています。ロケットがランチャーに装着されます。尾翼の組み付け、補助ブースターの組み付け、第2段モーターにノズルが組み付けられ、1、2段継ぎ手が組み付けられます。第1段モーターに第2段モーターが結合されます。第2段計器部に第3段休憩モーターが結合されます。
衛星に継ぎ手が取り付けられ、第3段モーターに結合されます。衛星の最終チェックも終わり、ノーズフェアリングで覆われ、頭胴部が完成します。頭胴部を運ぶ新しい30トン門型クレーンは、屋根と側壁がある全天候型になっています。頭胴部が整備棟へ運ばれ、ロケットの組み立てはいよいよ最終段階になりました。昭和58年2月20日、発射の準備に入りました。ランチャーのせり出し、発射方位角、上下角を設定する操作は、地下管制室から遠隔操作で行われます。また、ロケットの第1弾の点火方式が、地上設備によるものから、ロケットに搭載したタイマーによる点火方式に変わっています。ロケットは方位角97度、上下角 67.5 度にセットされました。コントローラーを開けします。よーい、はい、1分前50秒前、打ち上げの時が迫ります。40秒前、18、17、16、15、16、17、16、17、18、17、16、15、16、17、16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 、
3号機は昭和58年2月20日14時10分に発射されました。ロケットの飛翔は正常で、
第1弾第2弾の姿勢制御も順調に行われました。ロケットは発射後 7.7 秒で補助ブースターの燃焼を終え、9秒で切り離されます。第1弾は70秒間燃焼しますが、6秒から55秒の間に前期と後期に分けて TVC 装置がピッチ・揚の制御を行い、 SMRC 装置が4秒からロール制御を行います。第1弾は84秒に切り離され、第2弾は86秒から158秒まで燃焼します。この間、TVC 装置によるピッチ・揚の制御とサイドジェット装置によるロール制御が行われます。第3弾はコマンド電波による点火時間の修正によって453秒、高度 499km で点火、約54秒間燃焼してアストロビーを衛星軌道に投入しました。軌道に乗った第8号科学衛星は天を駆け巡る馬、天馬と命名され、国際標識は1983-011-01 となりました。天馬の軌道は高度約 500km の円軌道で、軌道傾斜角は 31.5 度、周期95分です。内之浦では一周後の衛星の電波を15時49分15秒に受信しました。衛星はヨーヨーデスピナによりスピン数を毎秒2回から毎分 3.8 回に低下させた後、太陽電池パドルを展開しました。この結果、スピンは毎分 3.1 回となりました。いよいよ衛星は X 線天体の観測体制に入りました。蛍光比例係数管は直径約5度の視野を持っています。観測は衛星の姿勢制御を行い、観測したい星をこの視野内に収めます。これはホザにある周期283秒の X 線パルサーで、ベラ X1 がパルスしている様子を捉えたものです。このようなパルサーは自転する中性子星であると考えられています。トランジェントソースモニターは衛星のスピンに伴って天空の広い領域をスキャンします。 X 線星が視野に入ると X 線強度にピークが現れます。これはケンタウルス座の 1000X3 を捉えたものです。このようにトランジェントソースモニターは空の広い範囲で多数の X 線星を監視します。天星の明るさやスペクトルを精密に観測することができる天馬は、銀河系の中の X 線星にとどまらず、さらに遠い X 線銀河にも観測の輪を広げることになるでしょう。宇宙科学研究所として初めて打ち上げた科学衛星天馬は、数少ない X 線天文学衛星として、その成果は国際的にも広く期待されています。